月田塾チャンネルへようこそ。塾長のエサです。今日は2021年5月前半の時事問題解説をお送りします。今回のトピックは全部で4つ。まずはデジタル庁新設へ、そして奄美沖縄世界遺産登録へ、そしてスコットランドの独立どうなる、最後にゴールデンウィークの人出は。はい、今回はこの4つのトピックについてお送りします。それではご覧ください。まずはデジタル庁新設へということで、はい、この5月にデジタル庁を新設するということを柱とする関連法案、これが成立しました。そこで、9月1日からデジタル庁を発足するということが、まあ、決まったわけなんですが、日本はね、世界の、ね、先進国に比べるとこのデジタル化ということではこうちょっと遅れを取っている、まあ、デジタル後進国なんていうやり方もしているので、まずそこをね、しっかりと、対策するためにはデジタル庁っていうのは必要なんじゃないかということでできるわけですね。まあ、具体的には、まあ、例えばマイナンバーの活用ですね。マイナンバーカード、マイナなんちゃらとかっていう言葉聞いたことがある人いるかもしれませんが、まあ、なかなかこう普及しないと、そういったもののね、普及の拡大、活用の拡大なんていうのもデジタル庁の仕事ですし、それこそ、地方自治体のね、この行政のシステムをこうね統一化していくと、いうことなんかは今回の新型コロナウイルスのこの対策、対応で非常にこうデジタル化の遅れが露呈したと、言われていますね。それこそワクチンの、予約の受付なんかもこうどうしてもこうスムーズに進まないと、いうことで、これがしっかりねデジタル化が進んでいればひょっとしたらもっとスムーズに予約、受付できたんじゃないかなっていうのもありますんで、そうしたことだったり、まあ、それこそ身近で言うと学校のオンライン授業ですよね。その導入についての、施策なんかもデジタル庁には期待されているわけです。まあ、ただ、9月1日にねデジタル庁が新設されたからといっていきなりこうね、バリバリ全開でこう業務が進んでいくかというとおそらくそうではなく、例えば現在ね、まあ、いろんな省庁にこの、分散している権限なんかをこうデジタル庁にまとめてこういくわけなんですが、これがスムーズにいくんだろうかっていう問題もありますし、それからやはりデジタル化の際に一番こう懸念されるのがセキュリティの問題ですよね。セキュリティしっかりしてるのか、もう個人情報を、どうやって守っていくんだみたいな、課題っていうのは常につきまとっていきますんで、9月にデジタル庁を新設した後も、どのような、動きになっていくのかっていうのは慎重に見ていく必要があるんじゃないかと思います。次は奄美沖縄世界遺産登録へということで、はい、この奄美沖縄というのは正式には奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島というまあ長い、正式名称があるんですが、略して、奄美沖縄、なんですが、政府がこうユネスコですね、国連の教育科学文化機関に、まあ、世界遺産、世界自然遺産、としてこう推薦していたんですね。登録どうですかという形推薦してたんですが、まあ、この度、その登録されるっていうことが、まあ、事実上決定したというニュースが入ってきました。まあ、事実上というのは正式には7月にこの世界遺産委員会というのが開かれて、まあ、そこで正式に決定されるんですが、まあ、これ、まあ、事実上の決定ということで、まあ、おそらくまあ、覆ることはないだろうということですね。はい、まあ、このね奄美沖縄というのはね、例えば奄美の黒うさぎとか、
イリオモテヤマネコなんていう、ね、固有種が生息してたり、まあ、それこそ大自然があったりという本当に世界自然遺産にふさわしい、環境がね、十分残っているということで、世界自然遺産ふさわしいんじゃないかなと思います。次はスコットランドの独立どうなるということなんですが、まあ、そもそもですね、皆さんスコットランドについてどれぐらい知っているんでしょうか。はい、スコットランドというのはざっくり説明するとイギリスの一部だと考えて結構です。まあ、これも正確な言い方ではないんですが、そもそもイギリスというのはイングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドという4つの国がまとまってでイギリスと呼ばれていると考えて結構です。イギリスというのはですね、正式名称はグレートブリテンおよび北アイルランド連合王国というんですね。連合王国なんですね。ですので、イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドという、4つの国が、連合して1つの、王国を作ってますよという状態を一般的にイギリスと言ってるんですね。ですのでスコットランドはイギリスの一部だというふうに考えてもらって結構なんですが、一つの、ね、連合王国ではあるんですが、それぞれ、ある程度の自治が認められて、いるので、国と考えて、大丈夫なんですね。実際こうスポーツなんかでも、スコットランド、ラグビー出てたんでワールドカップとか見てた人は覚えてるかもしれないですが、イギリスの他に、イングランド、イギリスはイングランドっていう、チーム、それからスコットランド、ウェールズ、アイルランド、なんていう、それぞれバラバラなチームでワールドカップ出てたりするので、一つの国と考えていいんですが、実際は、まとめて、連合王国というのを作ってるわけなんですが、スコットランドが、そのいわゆるイギリス、と呼ばれる連合王国からこう独立するんじゃないかと、そういう流れに実はなってきてるんですよという、お話なんですね。これ非常にね、内容が難しいので、スコットランドってイギリスの一部なんだと、でこう独立するかもしれないんだななんていうぐらいの知識は、持っていてほしいなと思います。最後にゴールデンウィーク中の人出はということで、はい、JR の方から鉄道の利用客数についてのデータがこう出てきたわけなんですが、去年2020年のゴールデンウィーク、はい、このゴールデンウィークはね、第1回目の緊急事態宣言の真っ只中でしたね。皆さんがこうステイホーム、これをもうしっかり守ってほとんど外出しないと、あの時期、去年のゴールデンウィークと比べて今年2021年のゴールデンウィーク中、利用客数、鉄道の利用客数っていうのはどのように、なったかと、いうとですね、去年と比べて2倍から3倍に増えたんだということがデータで明らかになったわけです。自粛疲れだとか宣言に慣れちゃってみたいな意見も結構聞かれたりね、マスコミなんかはこう観光地が人で賑わってますみたいなことを報道したり、そういうのを目にしたことがある人いると思います。2倍から3倍そうかななんて、もう全然自粛してないじゃんみたいな印象あるかもしれない。そういう一面は確かにあるんですけど、データというのはもっとちゃんと深く見なきゃいけないわけです。何を見なきゃいけないかというと、去年と比べたら確かに2倍から3倍なんですが、もう1年前2019年のゴールデンウィークと比べたらどうなってるんだと、ね、2019年のゴールデンウィーク中というのはこれはもうコロナ前ですから、皆さんが日常生活、普通の生活を送ってたあの時期ですよ。あの2019年と
今年2021年のゴールデンウィークを比べる、ゴールデンウィーク中の鉄道の利用客数を比べた場合に分かったことは約4分の1でしたよという事実なんですね。確かに去年と比べれば2倍から3倍に増えてしまっているかもしれないですが、それでもまだ日常ね、あのゴールデンウィークと比べれば4分の1に抑えているということもこれまた事実なんですね。ですので、確かにね、自粛疲れ、あるでしょう、宣言慣れあるでしょう、なんですが、それでもまだしっかりと、自粛して外出を控えている人も相当数いるんだということがデータからわかるので、ね、上辺だけねこう切り取って、っていうんではなくて、データをしっかりとこう深く、見ることが大切なんだということが分かっていただけるんじゃないかと思います。はい、解説は以上になりますが、いかがだったでしょうか。はい、5月も半ばになってですね、九州の方ではもう早々と梅雨入りしたんじゃないかというニュースも入ってきましたね。もう天候がこう目まぐるしく変わって、なかなか対応するのはね大変なんですが、もうね、体だけはしっかりとね、健康にだけはしっかりと気をつけて過ごしてほしいなと思います。ということで、今回は2021年5月前半の時問題解説をお送りしました。ご視聴ありがとうございました。